被災地石川県で活動したのは精神科医らで作る DPAT と保健師のチームです。保健師チームは輪島市で被災者の健康管理の支援を、心のケアなどを担う DPAT は金沢市で各県の DPAT との情報共有や調整を行ってきました。地震発生からおよそ3週間が経ち、現地ではうつ症状や怒りを訴える人が出始めたほか、行政職員のストレスにもケアが必要だとしています。住民を支える行政職っていうのは大体被災しながらこうなんていう地元の方を支えてるんです。やっぱりこう行政が倒れないようにこうマンパワーの充足、これはすごく優先されるべきことではないかと思っています。県では保健師を3月31日まで15回に分けて現地へ派遣するほか、 DPAT についても国の要請に応じて派遣することにしています。